c g s をご覧の皆様、こんにちは神谷総平です。本日も縄文の言霊林秀美先生とともにお送りしていきたいと思います。林、はい、先生よろしくお願いします。お願いします。お願いします。前回はですね、あの言葉は民族の DNA というのが最初で、二回目が、えー、日本は縦糸の国なんだということで、はい、神話信仰言語国民が一致しているもう世界でもけんうな国なんですよと、うん、まあ我々にとって当たり前なんですけど、もう世界の人たちはこれをすごいと評価してくれている、えー。はい 国にわれわれは住んでいて、はい、その言語の部分がこの大和言葉日本語であるということを教えていただいたんですけども、はい、今日はいよいよですね、はい、まあじゃあ私たちが普通に使ってる、まあ、テロップ出てると思いますけどもこの「アイウエを書きくけ子」ていうねひらがな、はい、カタカナってありますけども、まあ、この言葉のまあ意味というかこれってどういうものなのかっていうことをね本当は俺小学校1年生で習うべきだと思うんですけど学校では習わない言葉の話、はい、聞いていきたいと思います。 そうですね。この四十八音、通常は五十音と言いますけれども、はい、重なるところがあるんで。四十八ということになっています。はい、よくあの小学校の。教室の後ろに貼ってあったりしたはずですね。ですから、まあ、あの。非常に馴染み深いはずですが。はい、しかし、この一音一音に意味があると、はい、表情とかイメージがあるということまでは。はい 案外知らないですね。谷さんもここはご存私は9年前に先生からこのことを初めて聞いてたま,げました、うん、だからいや漢字に意味があるのはもちろん知ってましたけども、はいはい、まさかそのひらがなにですねうん意味があるっていうのは全然、はいはい、でもそれをイメージしながらあの言葉を考えると、はい、なんかこうあのすごく情緒深い情緒を感じるというか、はい、なんかこう 感性がね、豊かになる気がするんです。ただ、あなたとか、君とかってね。それは、君って人のことでしょって思うけど、実は、聞いとみに意味があるっていうのを聞くと。はあってって、僕は思いました。なるほどね。はい。あの、この。一音一音に意味があると。いうのは。明らかな日本語の特徴なんです。そしてですね。世界の言語との大きな違いなんです。一音一音っていうのは、一音節でしてね。日本語の場合は。 あの、かな、一文字が一音節なんです。はい、まあ、音節というのは、ちょっと難しいことを言えば、母音を中心に。まとまった、まあ、しとくっつくなどして、まとまった、言葉の最小単位なんです。はい、しかし、世界の言語においては。この一音節の段階では、まだ意味はないんです。はい、音節が組み合わさるなどして、ワードになって、初めて意味が出てくるんです。で、アルファベットの A に意味はないですからね。そういうことですね。はいはい しかし日本語の場合あっというのは開く意味があるんです口を大きく開けるからあっは開く明るい開けるのあですね閉じるのはうなんですようつむくうめくというううは母音の中で一番口を閉じてるんですちょっと私の口見てくださいねあえいおうと閉じていくわけですようは閉じるですから閉じる意味が出てくるんです気持ちいいことなんて言いますか気持ちいいこと気持ちいい 今日はなんとかな日だろう。爽やか。えー、爽やか。爽やかって全部あの段。はい。爽やか。<あ>本当です、ね、でょはい。だから爽やかっていうひろく、開くイメージ。で表せるわけです。はいはい、これうに書いたら。爽やかうに書いたら、う段に書いたら何になるかわかりますか。えー、考えればわかるぐらい。<laughs> はいはい。すごいくですよ。 爽爽やかととどっちが爽やかかかととどっっちがて、はい、聞かれればね「うん、爽やか」と意味が我々分かってますから、うん、それは爽やかに決まってるだろうということになりますが、うん、私たちはこのイメージでもって「爽やかなイメージ」うん「吸うゆく」っていうと何かこうちょっと閉じてる感じだなっていうことが分かるわけですね。今日3回目は日本語の特徴ということを話したかったわけですけれども。はいうん ままず日本語語語語はは孤孤立立なんんですいうのの親戚の言語がありません、はい、今申し上げたような、えー「かな」一文字が一音節ということそれ自体が世界の言語に比べたら極めて特殊であってね、はいえー、孤立語ということをお表す一つになってるわけです、はいえー、そしてですね、えー、音読みと訓読みということが日本語の特徴です、はいえー、私の苗字リン えー、で秀臣っていうのは「英心」と読めるんでね、はい 実はたまに林栄心って呼ばれてですね中国の人と思われたりかつて神戸で講演会やりましたときにね私は前座で私の後の先生が林道春って書いて林道春という神戸家協総会の会長さんだったんです林栄心林道春ってどう見ても誰が見てもですね中国の講師が2人だとだから休憩時間休憩中に林先生日本語上手ですねって言ってくる参加者がいましてね これ関西のですね何かこう突っ込んできてるのかなと思って私もまずですねこれでも苦労してあるよとですね <laughs> 答えたということが<笑>あお笑いですがね。<laughs> <や>かっですからあの林栄って読んだら本読みですよ、はいはい、でも林秀臣と読んだら訓読み、はい、この音訓交えるなん,なんで音訓交えることができたかというと漢字すべてを訓読みしたわけですよ。うん 神谷さんだってね、神谷、はいえー、って読んだら音読みだけどね。はい、だけどかあやや神神国ね、神国って読んだら音読みでしょうが、はい、神谷と読んだら大和言葉ということになるわけですよ。はいうん、まあこのようにあのお我々はですね、漢字すべてを大和言葉で読めるようにしたんです。これはものすごい文化事業だったんですよ。だって英語の英語英単語すべてをですね。 えー、大和言葉で読めるるようにするこれ意味を訳すのとはちょっと違うんです、うん、そのように発音できるようにしてしまったということは、はい、すんごい文化授業だったすごいことですねだから直輸入じゃないですもんね、はい、ちゃんと転換変換して使いこなしているそうなんですそタイプライターなども英語であれば英文であればね、うん、大文字小文字とあとは記号程度でいいと。はい で和文タイプっていいいいううのはほとととんど使いにくいということしかしワープロができ、えー、パソコンが普及してです、ねはい、今はかえってこの日,本語の日本語の能力が優れているので、はい、それを全て我々はパソコン等で使いこなすことができるっていうんで、うん、世界で最も情報力のある、はい、言語を用いて世界に起こるあらゆる情報文化を自分のものにすることができると。うん まあ、そういう能力を持っているのが日本語ということになっていきます。はい、で、まあ、まあ、最初は漢字をですね。発音記号のように使ったわけですよ。うんはい、えーで、やがて、えー、漢字の意味というのを我々はですね、えー、受け止めながら、はい、うん大和言葉を駆使したということです。うん、花っていう言葉があるでしょ。花 花っていうのはね葉は出るもの葉っぱとか葉物の葉腹を払れるのは名は調和和やなごやかなめらか仲間並ぶなめすという調和ですよ花というのは出ててていいままとっるものを表したんですこの真ん中の花ノーズこれはまあとりあえず顔の真ん中で出ていてまとまっているから花それから野に咲くフラワーも花それからね端っこのことを花っていうんで花からって言いますよね。これは あこの先端先端先端がまあ一つのまとまりを持っておれば、はい、花から、はい、最初からしっかりしていることを花から、はい、って言いますよね。はいえー、それからまた見えないまとまったものはこれは中華の花と書いて花というわけですよ。はい、でいろんな花があったんです。うん、いろんな花がある中で漢字に当てはめていくことによって花が分類できたんです。はい、ですから私は漢字が入ることによって えー、日本語は格段に進歩したと、うんはい、でそれを受け入れるだけのキャパシティが本来大和言葉の側にあったということを、うん、我々もっと誇りに思うべきではないかなと考えております。うん、さあそしてねもう一つ一音一音が明瞭ということに、はいえー、ちょっと触れたわけでありますが、はい、あーこの48音全てに意味があるんです。うん でそれはですね母音で言いますと母音はあいう上をですね「はい、あい」あは開く、うん、そして「い」はこの発音のポイントが前にある、ね、これ超音点というんですが「い」ってやりますよね「い」ですから前に出ていく積極性が起こるわけですよ「いのち」「行く」「生き生き」という「い」うん、それから「う」は閉じるでしたね「でえ」は「え」はねニュートラルな位置にあるんです。 次の言葉に移りやすい何、はい、かものを考える時に我々は大抵ええを言います、はい、ええそれからええそうですねええからは次の言葉に移りやすいということです、うん、そしておは「お」はこれは重い主にという偉大なものを表すと、うん、でこのあ「あいうえお」という母音5個の母音がベースになってそこに何らかの発声の工夫を加えていくと死音になるわけです、はい、例えばば作業の指しつつであれば 下の先を歯茎あたりに、えー、歯の歯まあ歯の裏側ぐらいにつけて差、えー、し伏せそうという摩擦を起こしていくわけですね。はい、あるいはまあ,あマミムメも何の根のっていうのは鼻から息を抜くんです。うん、鼻を押さえるとですね言いにくいんですよ。はい、ちょっと鼻を押さえてみて。<う>いやこれねこうじゃダメだ。こうやちょっとねあ,、はい、あのあ、はい、ちょっとあまりあの見栄えがどうか知りませんが <laughs> こう押さえていただいて、はい、あいうえを あいうえおかきくけこ。かきくけこ。大丈夫でしょ大丈夫です。はい、まみむめも。ばびむめも、あ、ちょっと、何にぬねの。ダリルで言いにくいですね。ただ集まった時に言いにくいのは、まみむめも何にぬねのなんですよ。これはビヨンと言いますかね。出るんですね。そうなんですよ。ですからね、え、言いにくいわけですが。このビヨンは、柔らかなイメージが出るんです。和やかな、柔らかいイメージが。 鼻音からは出るんですん反対に破裂音と言いましてね息を破裂させるように出す破裂、うん、音は家業他業がベースです。はい、かきくけこ、はいえー、だからねまあ掛け声っていうのは家業などはあるいは他業はかけやすいですたーとかね、うん、トーとかカーってやりますよね、はいはい、それがさっきの鼻音でまあじゃあ力入れないです。はい なあとかね剣道の先生にやってもらいたいんです「なあ」とか言ってですねは入らないで目はねま行ですまみむめだからところが目ではなくて「めん」と「ん」で打っていくんですよこれが目だけだとダメです目目赤ちゃん怒るね目っていう優しい感じがしそうそう赤ちゃんに「カー」なんて言ったら泣いちゃいますよ目だったらね諭すことができるいうことですね まあ、こういう一音一音が明瞭で、えー、その、新、か行、作業、た行、な行、は行、ま行。これ、すべてに意味があります。はい。そして、あ、えー、い、う、え、お、という、ご母音が、えー、縦横マトリックスになっているわけですよ。はい、縦横を組み合わせると、一音一音の意味がはっきりする。というのが、はい、まあ、これが日本語の、特徴に、えー、なってる、はいる、ということです。 これね、いや皆さんどうですかね。これご存知でした？私は先生から聞くまで知らなくて、まあ今の何というのはちょっと初めて聞きましたけど、はい、はい。あのー、そう考えるとですね、ね君とかあなたとか開いて調和を求めてでしょう。た、うん、って先生、意味なんでしたっけ？たたたの。たは高いたまるつ立つ平らで、うんえー、表に堂々と現れる様子が、はい、たですよね。うん、田んぼのた、民のたです。うんはい あなたっていうことはやっぱり、敬意も持ってるんですよね。うん、もちろん、まあ、じゃなくて、あなたなですね。うんうん、特に、相手をなで呼びかけるのは、今も、うん、東北青森等に残ってます、ね。<ー>自分はあ、あえー、一番最初に来る方が、あ、あだから、自分はあなんです。あはい、で、相手は、な、うん、なは調和論ですから。うん 仲良くしましょう、うん、私とあなたは仲いいんです、うん、と言って呼びかけるのがななんです、はい、でここにいない人ははっきりしないんです、うん、はっきりしないものはか神谷さんのかなんです影、はい、風隠れる霞むから ははっきりしないいととうこ奥深いいんんでですす奥奥深深ものを神と言ったよくて尊いもの尊いものは上にあるでしょですから「神下の神」ということになってくるそうですで「ここにいないから彼彼女彼方のおっしゃる通り彼方の方」ということですよ「私はあ」「目の前の人はな」「ここにいない人はか」って表したわけですよ 聞くくくとすごく面白くない僕はそれで結構感動したんですけど今日も改めて聞いてですねそうだなと思って聞いてました。ということで今日はですね、えー、日本語一音一音には意味があるということを、まあ、あの皆さんに認識していただいて、まあ、次また掘り下げていきますので、えー、理解の基本にしていただきたいなということでまとめさせていただきたいというふうに思います。